Y000系 から3色 LED 運搬行き先表示器が消滅しました。横浜高速鉄道は3月31日までに Y000系 全編成の運搬行き先表示器をフルカラー LED のものに交換しました。これにより3色 LED 運搬行き先表示器の編成が消滅しました。横浜高速鉄道 Y000系 は老朽化していた7000系を置き換えるため、1999年に登場した通勤型電車です。2両編成3本が長津田駅と子供の国駅を結ぶ子供の国線で活躍しています。登場以来、運搬行き先表示器は3色 LED のものとなっています。そして、横浜高速鉄道では2023年度に車外表示器のセレクト色仕様への更新を予定していました。Y001 編成牛電車が3月29日に、Y002 編成羊電車が3月30日に、Y003 編成が3月31日に、運搬行き先表示器がフルカラー LED のものに交換されました。3日連続で作業が行われ、全編成のフルカラー LED 化が完了し、3色 LED、運搬行き先表示器は消滅したこととなります。これで3月31日の KAB ニュースを終わります。